ハロー YouTube ニーハオヨーコアンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけたビーアバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。はい、今日のニュースもね、あの図を見ていきましょう。こちらですね、はい、社会融資増量、って書いてあるんですけども、あの社会融資増量、要はね、あの社会全体のね、融資の、どのぐらい増量してるかっていう図ですね。融資っていうのは、中国語でね、あのロンズって言いますね。ロンズですね。はい、ですね、今回のね、このデータはですね、国家統計局、財政府、部、あとはね、ヤンハンって書いてるから、中国中央銀行かな、そこからね、来ているものですね。あのね、大紀元とかね、そこら辺の、怪しいメディアから、来ているわけではありません。ちなみにですね、法輪功のね、孫子はですね、同性愛は病気だって言ってるらしいですね。本当にね、なんかね、よく言えるなって思いますよね。すごいですよね、彼ね。叩かれないんでしょうかね。はい。ですね、とりあえずね、この、表を見ていきましょう。これね、もう数字見えてると思うんですけども、ね、相変わらずね、これ中国人の色分けなんですよね。一番、左が青っていうのは分かるんですけども、左から2番目と4番目ね、よく見たらね、微妙にね、色合いが違うんですけども、相変わらずその色の差をね、なんて言っていいか分かんないんですよね。もう本当にね、中国人のデザイン感覚って、こういうのなんで、皆さんもね、気をつけておいた方がいいと思います。はい、それでは見ていきましょう。一番左ですね、一番青い、これですね。はい、シェフロンズツンニャン、ロンズですね、融資の、増量ですね。2019年がですね、256,735億元ですよね。中国語ってね、よくね、この万億っていう表現を使うんですよね。このね、万億っていうのはね、もう簡単に言うとね、超っていう意味なんですよね。数学で普通に超って習うくせに、なんでこういう話になると万億って使うんだって、よく分かんないんですけどもね。なぜかね、万億って言っていてね、一回ね、お前1兆元っていくらだと思って知り合いに聞いてみたらですね、1024億元とか、なんかそういう返事が返ってきたんでね、え、何言ってんのみたいな感じでね、はもう突っ込まない方がいいなと思ってスルーしました。そんなわけでね、2019年ね、256,730億元から、2020年の1月から9月までですね、296,201億元と、要はね、増えてるってことですね。これはですね、1月から9月までの数字なので、あと3ヶ月あるのでね、まだまだ増えていくということです。要はですね、社会的な、ね、全体のね、論図、融資の量がね、ガンガン増えていってるということですね。今年はね、もちろんね、例の病気のせいでね、世界中の、ね、景気が悪いわけなんですけども、一部ね、その中国がね、その景気いいように見るのは、要はね、この、融資をガンガン拡大していって、そういうふうに見せてる面があるんですよね。悪く言えばね、要はね、未来の自分のお金をね、持ってきて、今みんなに見せてると、今ね、現在ね、そういった状態になってるっていうのが、もう国家統計局の数字からね、見て取れるわけなんですよね。で、一個一個見ていくと、政府債権の増量がね、67,313億元、これはもう覚えましょう皆さん、この、万億っていう単位をね。それでですね、これは左から3番目ですね、このね、水色っぽい、住民貸款っていう、一般市民のね、ローンの増量ですね。ここに関してはですね、去年、2019年より、消費そのものがね、落ち込んでるんですよ。
なのでちょっとね下がってるみたいですね。現状ね中国ね短期のねこの借金の全体的な量がね全体的な量は減ってるんですよ。でもほら延滞の量は増えていると。でそれで中長期の、ローンはね維持してるか増えてるぐらいなんですよね。ということはね簡単に言うとね絶対にそのマンションのローンは何とかして返していくと。要はね消費を少なくして、維持でもそのマンションの、ローンは返していくと、そういった状態になってるんですよね。で、一般市民がね、中国人民がね、消費をしないということは、企業にダメージくるわけなんですよね。お金儲けできないんでね。それでですね、そんなわけでこの4番目ですよ。企業、融資、企業ね、ロンズ、の増量ですよね。それがですね、なんかもう2019年が、112,676億元だったのが、2020年ね1月から9月までね、153,523億億元と、圧倒的に増えてるのは分かりますよね。これね1月から9月までですからね、この後 もっと増えますからね。だからね借金の量をね拡大して、ロンズ、融資のね量を拡大して、今ねこの中国社会全体 の経済をね引っ張っていってるっていう、現状ね、そういった状況です。もうこれね本当にそういう現状があるんで、皆さんね分かっていた方がいいなって思います。はい、今日のねこの動画がねいいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再見。